鳴沢氷結の入り口鳴沢氷結内部、鳴沢氷結甲府鳴沢氷結の位置鳴沢、氷結は、山梨県南鶴郡鳴沢村に立地する、溶岩洞。総延長156メートル、幅1.5から11メートル、高さ1から3.6メートル。1929年12月17日に、旧文部省により天然記念物に指定された。 平安時代初期の上岸6年、富士山の北西山陸で大規模な噴火活動が発生した。噴出した膨大な溶岩が徐々に冷え固まる際に内部の高熱ながすったや冷え切らない溶岩が抜け出すことで形成された空洞の一つがこの鳴沢氷結である。内部は非常に低温で年間の平均温度は摂氏3度程度である。地下21メートルの木の池では 氷柱や玄武岩質用岩群を見ることができる。縦穴の環状形の形状になっている。氷結内には氷の貯蔵庫があり、かつて江戸時代には献上するための物品、大正時代には氷式冷蔵庫の氷など様々な用途で使われていた。国道139号から車道により、青木が原樹海へ入った場所にあり、西隣にある富岳風穴と共に、 富士山麓の天然記念物に指定された。溶岩洞穴の中では容易に訪れることができる。富岳風穴とともに富士急グループの富士、観光工業が運営している文化彫刻指定文化財等データベース。ありがとうございます。